こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの人気オールドレンズ、標準のエルマー 50mm ですね。その中でも非常に人気の高い、この被写界深度メモリが赤い刻印で描かれております。通称赤エルマーと言われるですね、モデルになっております。はい、ご覧の通り、エルマー 50mm F3.5。振動タイプの、赤エルマですね。はい。では外観から見ていきたいと思います。ご覧いただいてますより目につくような、すれ当たりへこみといったものは、ないように見えますね。このクロムのメッキも綺麗に残ってまして、このバレルの部分もまだピカピカですね。マウント部分、フロントともにですね。メッキの摩耗などは見られない状態です。はい。はい、ご覧いただいてますより、おおむね綺麗な状態ですね。で、もってレンズですけども、前玉に、ちょっと見にくいかもしれませんけども、ブルーのコーティングがかかっているモデルになります。はい。で、前玉、後玉ともにですね、目につくひどいですね、擦れ傷、引っかき傷、といったものは見当たらずに綺麗な状態をキープしてます。中玉にも曇りカビ、バルサム切れなどはありませんね。前玉とかにですね、本当に薄い拭いたですね、すれみたいなのは見えますけれども、こう LED とかで強い光源に照らさないと見えませんので、画質に影響もするレベルではありません。はい、ご覧いただいている通りですね。はい。で、絞りの動きも問題ないですね。油の乗りとか、針の痛みも見当たりません。振動もですね、こうスムーズにしてますね。はい。で、このロックですね、このロックもしっくりと閉まってますので、こうグラグラ動いたりもしませんね。で、ピントのヘリコイドはやや、ちょっと軽めで、ちょっとグリスが、ちょっと切れてるかなという感じはしますけれども、ひどいグラグラ感とかはない感じですね。無限ロックもしっかりと効いております。ピント合わせに難はない感じです。はい。付属品が、リアキャップと、こちらの純正フードですね。はい。今回キャップが付けられませんでしたので、このエルマー専用のキャップで、フードですね。こちらを代わりにお付けいたします。はい。こう、かぶせ式でですね、このちっちゃいネジで、はい、固定する感じになっております。はい。という感じで、はい、外観、この光学ともにですね、綺麗な状態のエルマー 50mm 振動タイプ、スクリューマウントですね。で、この、被写界深度メモリが赤い刻印で描かれております。赤エルマということになっております。はい。ということで、ですね、非常に良い状態の個体ではあるんですけれども、念のため末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきます。はい。ということで、ライカの人気オールドレンズ赤エルマーです。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。